予算の方に振り向けましてね、自民党、民主党、共産党がスズメの涙の67億円しか使っていなかったところを、我々は今や350億円オーバー、実に5倍以上に子ども教育予算というものを増やしているんです。これは明日の大阪を担うね、子どもたちのためにお金を使うというのは、これが胃の一番だって考えるのが、我々大阪維新の会の、まあ大阪市政政治の考え方。さあここで自民党、民主党、共産党が真逆の考え方を出してきました。これが敬老パスです。敬老パスです。皆さん、敬老パスについては、まあ本当に僕もいろいろお叱り受けましたね。いろんなところで、お前今までタダだったのに年間3000円も取りやがって、本当ふざけんじゃない、しかも3000円取るどころか1回50円も取りやがって、どうしてくれんだ、まあ、いろんなところでお叱り受けますよ。でもね、これ墨の絵でしょ。ちょっと向こうの堺に行くとね、堺の市民の皆さんこう言うんですよ。足元さん、大阪市って年間3000円払えば1回50円で地下鉄バス乗れんの、すごいサービスやってるね。これ堺市民にとったら考えられますよ。橋本さんって天使のようですねって言われるんです。で、大和川を渡って隅の家に入るでしょ。で、この敬老パスの話すると、ね、橋本これら3000円も取り上がった、アホボケかさ、悪魔って言われるんですよ。あの大和川でね、向こうに行ったら天使だって言われるんですよ、敬老パスが。でこっち側に来るとね、これはお金取り上がって、それまあ確かに無料だったところをお金取ったんで言われますけど、皆さん、ここはね、さっきから僕がいろいろ言いましたけども、大阪維新の会この8年間いろんなことをやってきました。確かに右行ったり左行ったり謝ったこともあります。でもそういうところはこれから吉村さんにいろいろ修正をしてもらいます。僕はある意味改革的な破壊、まあ大阪市役所、大阪府庁もとんでもなかったんで、とりあえずあのミサイルみたいに飛び込んでいったんです。でボーンと破裂しました。そしたら副作用も確かにありますよ、副作用も。その部分はちゃんと吉村さんにしっかりと手当てをしてもらいたいと思うんですが、でも僕はね、ここはね絶対に譲れないところがある。それはどういうことかというと、選挙前になった時に投票率の高い、申し訳ありませんが、高齢者の皆さんに対して全部無料にしますよっていう政策をいきなり掲げるっていうことだけは絶対やっちゃいけないと思うんですね。これはね、今の日本の国がボロボロになったのはこれなんです。消費税 10% 上げるでしょ、来年の4月に、来年4月ですか。だからその時にですよ、皆さん、これ給付金かなんかを1万円なんか上げるんでしょ、来年の消費税上げる時に、こう給付金か何か1万円配るらしいですよ。選挙前思い出してください。選挙の前になったら定額給付金2万円出しますよとか、子ども手当見てください、子ども1人につき2万円あれ実は僕は本当あれを欲しかったんですね。7人いますから14万円になるんですけど、それはぐっとこらえて、こんなことやったら国は持たんって反対しましたけども、結局選挙前になったらみんなばらまくんですよ。これ何やったか、自民党と民主党と共産党、柳本さんのマニフェスト中身見たらスカスカです。自分の給料は削らないと言ってる、その他書いてることは大阪維新の会がやってきたことそのまま同じ。ただたった一つ目につくものは敬老パス無料にしますっていうやつです。来ましたよ、選挙前にこの敬老パス無料作戦。で大体こういうことは敵方がやるとね、選挙っていうのは大体こうなるんです。我々も無料にしますっていうのは普通なんです。全国のいろんな地方の選挙はそうなります。片一方がこんなことやりますよって言ったら我々もやります。はい、どん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 あれやりますこれやりますなるんです。自民党、民主党、共産党ははっきりとマニフェストに歌ってます。敬老パス完全無料、敬老パスを今無料にすれば年間30億円お金がかかります。毎年30億円ですよ。あれただじゃありません、みんなが税金で負担してるんです。今でも60億円金を突っ込んでます。さらに30億のお金を突っ込んで、高齢化時代、高齢者の皆さんが増えるとこれが120億まで増える、余分の追加財源が40億50億に増えていくと言われている。皆さんは何を取りますかってことですね。僕は高齢者の皆さんを敵対視してるつもりはありません。彼ら自民党、民主党、共産党、橋本は高齢者に住めたいってことをうわーって言ってますけども、僕は違うんです。敬老パス使う人、地下鉄乗る人、一定のお金を負担してくださいと。一定ですよ、それも50円、今子供だって半額負担してるんですから。その代わり高齢者の政策で重要なところ、もっとやらなきゃいけないところたくさんあるんです。一つはね、特別養護老人ホームです。今特別養護老人ホーム足りないんです。だから僕は2年後には
全部特別養護老人ホームが計画通りに建設できるように今ネジ巻いてます。そっちもものすごいお金がかかるんです、何十億。それから一人暮らしの 高齢者の方を支えるための見回り隊、これも年間3億5000万円、これも新規でお金を入れてます。やらなきゃいけない政策っていろいろあるんですよ。にもかかわらずそういうものを今までやってこなかった自民党、民主党、共産党は。そして彼らが言うのは敬老パス無料無料無料、こればっかりです。皆さんにご判断していただきたいんですね。僕らは大阪維新の会はね、この選挙の前にあって自民党が敬老パス無料って言ってきた時に、僕らも無料に戻しますとは言いません。これ維新の会で決めました。これはもう真正面から行こうと。今まで通り年間3000円、1回50円のご負担を求める、まさに負担を求めるということをしっかり説明して選挙で訴えていこうと、これを大阪維新の会で方針にしましたよ。今回の大阪市民の皆さんのご判断は日本全国で本当に考えさせられる判断になると思いますよ。政治家はとにかく選挙に勝つために高齢者の皆さんにいいことばっかりを言う、ばらまきをやる。その結果どうなったの。もう1000兆円の日本の借金、返す頭ありません。これ誰が返すかといえば、自分たちの子供たちや孫たちに全部負担がいくわけですよ。我々は自分たちの飯は自分たちで食べていくんだと、子供たちや孫たちにそういう負担を負わしていかないんだと、そういう責任と自覚を持った政治をやらなければ子供たちに未来なんかあるわけないじゃないですか。これね、自民党や民主党や共産党は真っ当な政治を取り戻すと言っておきながら、敬老パスを無料にして大阪の財政をまた苦しくさせて子供たちの教育環境を悪くしようっていうのが、僕は自民党の政治、まさに暗黒の大阪の政治に戻ると僕は思ってるんです。ですから皆さんね、本当は日本全体の問題ですよ。この日本の借金なんとかしなきゃいけない。我々も僕もね、あと10年20年経てばそれは高齢者という立場になるんでしょうね。でもその時に自分の目の前の生活のことだけ考えて借金を全部先送りする、こんなことやったら国は破綻しますから、僕はこの大阪からね、ぜひ示したい。有権者はバカじゃないよと、政治家のね、そんなしょうもない、そんな誘惑に騙されるほど有権者はバカじゃないんだと、未来のことを考えて必要なものは負担をする、その代わりちゃんとやってくれっていうところはちゃんとやってくれよと、だから負担をするところは負担をする、ばらまきなんかには惑わされないよっていうところをぜひ大阪市民の皆さんに本当示していただきたいんですよね。